今日鎌ヶ谷市で行われた梨の寄贈式に参加したのは市内およそ140の梨農家で作る鎌ヶ谷市利業組合の松本昭弘組合長らで今が旬の梨、豊水100箱500キロ相当を市に送りました今年の梨は収穫直前の先月上旬に雨が多く降ったため例年より糖度が高く 大ぶりの実がたくさん育ったということです寄贈を受けた柴田博美市長は名産品である梨の品質向上に研究を重ねられ市の産業振興にご尽力いただいていると感謝しました梨の寄贈は社会福祉に役立ててもらおうと2002年から毎年行われていて寄贈式には老人ホームなど 市内16の福祉施設の代表者らも同席し柴田市長から梨を受け取っていました。